佐賀大学3年、井本彩奈です。同じく園田和馬です。今回の合同貫通の講師は私たち大学生2人が選定した方で開催をします。本人が面白そうに生きていて、それでかつ周りも面白くしてしまうような魅力的な方々をお呼びしました。1人目は夜な夜なあん工房、岡垣貴則先生。2人目は遊び学者、原田光先生。佐賀だからこそできる面白い生き方を皆さんにご紹介します。タイトルは面白い大人学。ワクワクする人生を生きる大人を佐賀の若者が呼んできた。10月14日土曜日、佐賀市の枝梅で20時間目の授業をご担当いただきます。将来面白いことをやってみたいと思っているような学生に受けてほしいです。皆さんぜひご応募ください。一緒に面白い生き方について学びましょう。